ニザレス対ジャパン、この一戦をお送りいたします。カニザレスの先発は右のメイソン、ジャパンの先発は右の山口、この両投手の投げ合いです。右のメイソン、まずは1回の表、先頭バッターは DH の山田。第9、おっと、デッドボール。バッターは2番坂本。さあ次の投球、打ちました、キャッチャー落下点に入りました。ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第4球を投げました、打った、ボディ掴んだ、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。メイソン、右の山口、1回の裏カニザレス攻撃に入ります。トップバッターはグンドリー、高めボール球打った、これは内野ゴロ、菊池ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト。バッターは2番アンディ。第3球を投げました、流し打ち、どうだ、松田取った、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは指名打者エマーソン。第4球を投げました、打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ、坂本うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。やば、2回の表ジャパン攻撃に入ります。先頭バッターは鈴木、低めボール球打った、エニスボールを取る、アウト。鈴木いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。第4球を投げました、打ちました、抜いていった、吉田一気に二塁へ、吉田いいバッティングを見せました。ジャパン先制のチャンスを迎えます。投げました、打った、痛烈な当たり、掴みました。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。バッターは7番松田、ひときわ大きな声援が聞こえます。さあここで勝負に出ました。第2球、インコース引っ張った、ワンバウンドヒットになる、レフトからセカンドへ、ジャパン1点先制、1対0、松田タイムリーツーベース、ジャパンなおもチャンスが続き。右バッターボックスは8番小林、第4球を投げた、縦のカーブ、空振り三振。2回の裏、1点を追いかけます。カニザレス攻撃に入ります。この回の先頭バッターはボディ、投げた、打った、これは強烈、入れば同点だ、打球は看板直撃、同点ホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、ストレートを完璧に捉えられました。さあチームメイトからも祝福、今の同点。第4球を投げた、149球の直球、空振り三振。左バッターボックスは6番アルフォード、第3球は打ちました、打球はサード後方、松田落下点に入った、三塁キャンパス手前、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番ヘリ、投げた、打ちました、いい当たり、ショート右、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。2回が終了、ジャパンこの回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは菊池、投げた、内角ボール球打った、1・2塁間への当たり、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って山田、第4球を投げました、アウトコース高めいっぱい、見逃し三振、投げました、高めボール球打った、抜けた、坂本いいバッティングを見せました。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。初球打ち、流した、破った、坂本3塁を狙う、丸ツーベース、ジャパン勝ち越しのチャンスを迎えます。2アウトランナー2塁3塁となりまして、鈴木、さあここで監督は勝負に出ました。さあここで勝負に出ました。第4球を投げました、インコース引っ張った、クリーンヒット、丸三塁回った、ジャパン2点入りました、3対1、鈴木タイムリーツーベースヒット、ジャパンなおもチャンスが。第3球を投げました、打ちました、痛烈、伸びた、伸びていった、ライトを見上げた、ホームラン、ツーランホームラン、ライトスタンドへ突き刺さった、
渾身のストレートを完璧に捉えました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。先ほどのプレーです。バッターは6番浅村。第1打席はセンターフライに倒れています。さあ4球目、流し打ち、ボディ下がっていった、取りました。これで3アウト。3回の裏4点を追いかけます。カニザレス攻撃に入ります。先頭バッターはファール。打った、初球打ち、ワンバウンドヒットになった。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。ファーラーツーベースヒット。バッターは9番アーチャー。投球はこれから3球目。マシンで捉えた、抜けた。アーチャーナイスバッティングです。ジャパンなおもピンチが続きます。さあ集中してこの対戦に挑みます。さあ次の投球、高めボール球打った、破ってった、ボールは中継。カニザレス点差を3点に縮めました。さあ左バッターボックスは2番ハンディ。最初のバッターボック、さあこの対決に集中します。第9投げました、打ちました、初球打ち、二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。ジャパンなおもピンチが続きます。第3球を投げた、ジャストミート、クリーンヒット。点差を2点に縮めました。二塁タッチセーフ、エマーソンタイムリーツーベース。ジャパン初球ストライクから、これは引っ掛けた、松田掴んだ、サードから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは松田、投げた、打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、レフト見上げた、ホームラン。リプレイをご覧。バッターは8番小林。さあここで監督は勝負に出ました。第5球投げた、打ちました、センターフライ、飛距離は出ていません、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには菊池。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、合わせた、抜けた、菊池いいバッティングを見せました。打順は1番に帰って山田、今日はデッドボールと三振、タッチはアウト、盗塁失敗。第2球投げた、インロー際どい球、ボール。第3球真ん中ストライク。投球これから5球目、高めの球、見逃し三振。4回の裏、3点を追いかけます。神崎攻撃に入ります。トップバッターはエニス。今日の第1打席はスイングアウト。はい、ジャパンピッチャー5番セカンド。第4球を投げました、145キロ直球、空振り三振、ボール球で仕留めました。打った、右中間へ持っていきましたが、右中間深いところをつかみました。バッターは7番ヘリ。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ファースト前方のフライになりました、ファースト落下点、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。田口三振、メイソン降板。ジャパンこの回は2番からの好打順。先頭バッターは坂本、投げました、打ちました、エニスボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには丸。次は4球目投げました、打ちました、一塁線フェアだ、打ったバッター一気に二塁へ向かう、丸ツーベースヒットを放ちました。バッターは4番鈴木、今日2打点を挙げています。さあここで勝負に出ました、投げました、低めボール球打った、一塁送球、アウト。鈴木いい当たりでしたがセカンド正面。ジャパンなおもチャンスが続きます。さあ試合の行方を左右する場面、ここで勝負に出ます。投げました、見逃し三振、ここは3球で仕留められました。5回の裏、3点を追いかけます。カムサレス攻撃に入ります。この回の先頭バッターはカー。
じゃあピッチャーを変えて。第2球打ちました。クリーンヒットファーラー、ナイスバッティングです。左バッターボックスはアーチャー、これが2度目のバッターボックス。変化球、空振り三振。インコースの変化球でスイングアウトを取りました。第9球投げた、初球を打ちました。破ってった、ボールは中継。グンドリー、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。外のボールが、あっとインフィールドフライになりました。取りました。これでツーアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。さあここで監督は勝負に出ました。第4球を投げた、打ちました。ライトへ行った、ライト前のヒットになります。ライトバックホーム、エマーソン、ナイスバッティングです。ジャパン、なおもピンチが続きます。さあここで監督は勝負に出ました。第4球を投げた、高めボール球打った、これはセカンド正面、アウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。大竹踏ん張って、試合は後半6回に入ります。トップバッターは浅村、今日はセンターフライト。初球を打った、三遊間へのゴロ。浅村、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。打ちました、抜けた、ボールは中継。松田、ナイスバッティングです。さあチャンスを広げました。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、源田、ジャパン、追加点のチャンスを迎える。さあ集中して、この第9球、あーっとショーフライになった、掴んだ。ピッチャーから一塁送球、アウト。確実に送ってきました。ジャパン、なおもチャンスが続いています。さあ第9球投げた、初球から打ってった。さあ犠牲フライになるか、掴んだ。浅村、スタートを切った。菊池、センターへの犠牲フライ。ジャパン、1点入りました。7対3。打順のトップに帰って山田、ここまで2打席連続三振。打った、ファンに取った、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。6回、はい、ジャパン6回の裏、カミサレス攻撃に入ります。先頭バッターはエニス、ここまで2打席連続三振。ジャパン、ピッチャーを交代します。第5球投げた、打った、レフト方向へ持っていきましたが、吉田掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番バルフォード、今日はサードフライとセンターフライ。投げました、打ちました。源田、ボールを取る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番ヘリ、今日はショートゴロとファーストフライ。低めボール球打った、アウト。スリーアウトチェンジ。山本、クリーン、降板。試合は終盤7回に入ります。トップバッターは甲斐。さあここで監督は勝負に出ました。第5球投げました、打ちました、ショート右へのゴロ。ヘリ掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番丸、投げました、打った、いい当たりだ。ボールはライナーで左中間へ、ワンバウンド、ヒット。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う。丸、いいバッティングを見せました。バッターは4番鈴木。さあここで勝負に出ました。第4球を投げました、打ちました、二塁ランナー三塁へ、抜けた。鈴木、いいバッティングを見せました。ジャパン、なおもチャンスが続きます。ジャパン、ダイソー、まずは一塁牽制、タッチはセーフ。ランナースタートを切った、二塁送球はどうだ、二塁はセーフ。ランナーが一つ先の塁に進んでいます。カニザレス、ここで前進守備を敷きます。第3球はストレートはボール、
第5球投げました。打った流し打ち内野ゴロ一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーは二塁三塁変わりません。第2球投げた、打ちました。エニスボールを掴んだ、アウト。スリーアウトチェンジ、ランナー二塁。さあここは7回の裏、カニザレスラッキーセブンの攻撃。この回のトップバッターはカール、はい、ジャパンピッチャー8番キャッチャー。第3球を投げた、打った、これはいい当たりだ、頭上を越えてった。カーラーナイスバッティングです。バッターは9番アーチャー、今日3打席目。投げた、内角空振り三振、三振に切って取りました。バッターはトップに返ってグンドリ、今日はシュート、空振り三振、2者連続三振。バッターは2番バッティ、今日はここまでです。おっとこれ当たった、デッドボール。ランナー2人を置いて迎えるバッターはエマーソン。さあ試合の行方を左右する場面、ここで勝負に出ます。第5球投げた、変化球空振り三振、インコースの変化球でスイングアウトを取りました。8回の表ジャパン攻撃に入ります。この回の先頭バッターは松田、スリーベースヒットが出れば高め、空振り三振、松田三球三振に倒れました。第5球投げた、打ちました、破った、源田いいバッティングを見せました。バッターは9番菊池。さあここで監督は勝負に出ました。第9、1塁ランナー走った、盗塁成功、ランナーが2塁に進んでいます。第2球投げました、アウトサイド空振り、追い込んで投げました、打ちました、サード右へのライナー、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第2球あっと引っ掛けた、タンリー下がった、レフト前のヒットになります。2塁ランナー3塁回ってホームに突っ込む、ジャパン1点入りました、8対3。右バッターボックスは2番カイ、今日2度目のバッターボックス。投げました、打った、抜けた、ボールは中継、セカンドから三塁送球、甲斐ナイスバッティングです。さあチャンスを広げています。さあここで勝負に出ました。第2球投げました、打ちました、抜けた、ボールは中継、ジャパンさらに1点追加、9対3。スタイナー降板、バッターはダイソーで出場のシュート。投球は3球目、投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、当たり損ない、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。8回の裏カニザレス攻撃に入ります。この回のトップバッターはボディ、はい、ジャパンピッチャー4番ファースト。投球これから4球目、会心の当たり、一塁送球、源田軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスにはエニス、投げた、初球打ち引っ張った、クリーンヒット、エニスいいバッティングを見せました。バッターは6番アルフォード。さあ試合の行方を左右する場面、ここで勝負、第4球を投げた、打った、強い当たり、打球はそのまま伸びていく、ライトセンター見送った、ホームラン。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ショート第3球を投げた、空振り三振、フェリック全くタイミングがありません。バッターは8番カーラ、今日はヒットは3本、打った、松田取った、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。8回の裏が終わり、さあいよいよ9回に入ります。この回の先頭バッターは殿崎。第2球投げた、打った、レフトの左ヒット、レフト前ヒットになった、外崎ナイスバッティングです。
バッターは6番浅村。投球これから2球目。打ちました。ピッチャーライナー。外崎飛び出している。アウト。ダブルプレイ。バッターは7番松田。スリーベースヒットが出ればサイクルヒット。ピンチヒッターは近藤に代わりまして近藤。第4球を投げた。打った。痛烈な当たり。打球はショートの右。アウト。スリーアウトチェンジ。カニザレス。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはアーチャー。ここまで、はい、ジャパンピッチャーを交代。投球これから4球目。148キロ直球。空振り三振。三振に切って取りました。第2球投げました。外のボール引っ掛けた。これは内野へのフライだ。取りました。さあいよいよあと1人。左バッターボックス2番アンド。ジャパンここは。さあここで監督は勝負に出ました。さあここで勝負に出ました。第2球投げました。打った。ショートをつかみました。ゲームセット。ジャパン見事勝利です。さて本日のヒーローは松田。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は9対5、ジャパン勝利しました。勝利投手は